全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。キャンプを始める前のイメージは世間に操られています。これはね、本当に言いたいです。キャンプのイメージっていうのはテレビとかね、ドラマとか、まあ、YouTube とかでめちゃくちゃ操作されてます。なのでキャンプを始める前とか、始めた直後、いや最初の初心者の時ですね、かっこいいって思ってる、憧れてるものがキャンプをこうしばらく続けていくとあれってなるものよくあります。今回はそんなあれってなるようなもの6つ紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まず1つ目、スキレットですね。スキレットってかっこいいですよね。見た目もイケてるし、いかにもキャンプっていう感じで憧れちゃうんですよね。でも実際めちゃくちゃ重たいし、シーズニングしないとめちゃくちゃ錆びるし、鉄の匂いが食材につくし、昔はね、選択肢が少なかったキャンプ道具も今便利なものめちゃくちゃいっぱい出てるので、わざわざスキレット買わなくてもいいかなって思うんですよね。そして2つ目、自立型のハンモックですね。要はハンモックってまあ普通木につけると思うんですけど、ポールがあってポールに引っ掛けられるやつです。これね、今でももちろんいけてるなって思うんですけど、これねめちゃくちゃ荷物になるんですよ。あのポールがそこまでして持っていくかみたいなところがあってですね、いいなとは思うんですけど、買おうとは思わないですね。なので、家の中とか、あとはベランダ、広いお家でね、置くのにはいいかなと思うんですけど、僕はね、正直、買おうと思わないですね。欲しいけど買おうと思わないですね。そして3つ目、どでかいテントね、8人ぐらい入るやつ。これもね、いいなとは思うんですよ。アウトドアショップ行って置いてあってかっこいいなと思うんですけど、そんなどでかいテントが必要なシーンがめったにないんですよね。そんな大勢で泊まることがまずめったにないし、絶対一つのテントにみんなが泊まらないといけないってわけでもないですし、重たいしかさばるし立てるの大変だし高いし、なので結果買おうとまでは思わないんですよね。そして4つ目、どでかい焚き火台ね、ストーブみたいな。これもね、まあ寒い冬なんかはね、役立つとは思うんですけども、かさばるし、重いし、薪の消費激しいし、それだったら薪ストーブとか、灯油ストーブで暖取った方がいいんじゃないかなって思います。で、料理に使うとしても、そんな大きな焚き火台じゃないといけないシーンってあるかなっていうところですよね。結果買おうと思わないですね。そして5つ目、ハンモックチェア。これもですね、いや、今も欲しい気持ちはあるんですよ。いつか買うかもしれない可能性もまだ秘めてはいるんですけど、ただ、でかい。そして、みんなとキャンプしてて、一人だけハンモックチェアに座ってるという不揃い感ね。それ想像するとちょっと躊躇してしまいますよね。これもですね、家の中とかベランダとかで使うならいいんですけど、どうしてもね、いいと思うけど買う気にはなれないんですよね。そして6つ目、インフィニティチェアですね。コールマンのやつ。これなんですけど、正直どのチェアよりも座り心地いいと思います。めちゃ欲しいです。ただこれもバカみたいに場所取るんですよ。一応折りたためるんですけど、でも大きいんですよ。これね、家に置いとくのも結構場所取るし、で車に積むにしても、まあ、積載量がめちゃくちゃある車だったらいいと思うんですけど、これはねそこまでして持っていくかっていうと、別にヘリノックスのチェアワンとかでも十分座り心地いいし、あっちでいいかってなっちゃうんですよね。なのでめっちゃ欲しいけど、ちょっと現実を考えると買わないやつですね。はい、というわけで6つ紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。割とね、僕は電車キャンパーということもあって、ちょっと偏りはありますけども、そこはちょっと許してください。皆さんもね、同じようにキャンプする前とかキャンプしたての頃は憧れてたけど、キャンプ始めたら買う気になれなかった、買おうと思わなくなったわっていうようなものあると思うんですね。もしそういったものもねあったらコメントいただけると嬉しいです。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。